それぞれ円を描き始めました。左に分かれた4番機は右に分かれた他の3機が円を描き終わるまでに見事再集合できるでしょうか。4番機は早くも円を描き終えました。ここから懸命に編隊を描きます。最終号を終えました。4機による例大続いて3番機が背面行くことになりました。フェニックスの頭を2番機、5番機が左の翼を、3番機、6番機が右の翼を、そして4番機がフェニックスの長い尾の部分をそれぞれからどっているのがご覧いただけますでしょうか。これが大空に雄大な星を描くブルーインパルスのオリジナル科目スタークロスです。進入してまいります。すれ違った2機はそれぞれ滑走路上で注目ください。この科目ローリングコンバットピッチの始まりです。
いただけましたでしょうか。我々ブルーインパルスは日本全国の復興の翼として、より多くの皆様に展示飛行をご覧いただき、勇気と希望をお届けできるよう、より技を磨き、一層の努力を続けてまいります。今後も皆様の自衛隊へのご理解、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。